メディアを再生する一般的な家猫が毛玉を吐き出そうと咳をしている時の音や動きの例メインクーンの毛玉毛玉は動物の胃の中で形成される毛や毛側の小さな塊であり時に大きくなりすぎると嘔吐に至る毛玉は主に毛の詰まった細長いシリンダーだが飲み込まれた食べ物のような他のものが含まれていることもある毛玉はリンパ肉腫結核、脾臓の腫瘍 胃の異常とと間違われることがある。こがあ猫科の動物は自身の毛皮を舐めて毛を摂取して育つので特に毛玉を形成しやすい。また、うさぎは猫と同じように毛づくろいをするため毛玉を作りがちだが吐き戻せないため特に危険である。うさぎの消化器系は非常に脆弱であるため、うさぎの毛玉は直ちに治療をしなければならず、接触をやめ脱水により、 最終的に死亡する可能性がある。チンチラも毛玉症を起こすことがある。牛も毛玉の蓄積が知られているが、嘔吐しないため通常死後にかなり大きくなった状態で発見される。毛髪遺跡は毛髪の摂取により形成されるベゾワールであり、しばしば毛状突起症に関係している。稀な症例だが、検出されなければ致命的になる可能性があり。 結果的介入がしばしば必要とされる。人では稀ではあるものの、いくつかの毛玉が報告されている。これらの毛玉は、髪の毛が胃の中に集まり、胃粘膜の表面上の摩擦の結果として吐き出されない、時に生じる。毛玉は、食毛症、抜毛症、及び移植症の結果としてしばしば若い女児に見られる。2003年、カナダアルバータ州。 レッドディアの3歳の少女が、クレープフルーツほどの毛玉を外科的に胃から除去した。2006年に、アメリカ合衆国イリノイ州シ,シカゴの18歳の女性から 4.5kg の毛玉が外科的に胃から取り除かれた。そして、2014年に、キルギスタンの18歳の胃から9ポンドの毛玉が取り除かれた。毛玉は、人の消化器系では消化したり通過することができず。 その存在を把握していてもオートが毛玉の除去に効果的でない可能性があり、人にとっても毛玉は非常に危険で消化器系の様々な障害につながる可能性がある。ありがとうございます。